多摩動物公園は東京都日野市ほど久保7-1の位置に位置する動物園。多摩動物園と呼ばれることも多く、恩師上野動物園等と並び日本有数の動物園となっている。都市公園としての名称は都立七瀬公園。1958年5月5日に開園。当初は恩師上野動物園の分園という形であった。恩師上野動物園に比して、 広大な敷地を生かし、動物たちが自由に動く様を見せることを目指している。当時最新の無策っぱなし、様式展示を導入した動物園の一つである。かつては東京都が直営で運営していたが、指定管理者制度により、公益財団法人東京動物園協会へ引き継がれた。2018年3月時点での職員数は112人。給料地に作られたため寄付が多く、 展示動物同士の間隔が比較的広いため園内ではシャトルバスが運行されている。シャトルバスは受付前から肉食系の動物の展示あたりまで生息地域ごとに生物を区分けする地理学展示を基調としている。オランウータンのスカイウォーク放し飼い場間を9本のタワーとワイヤーロープで結ぶ全長約154メートルと世界最大級2005年 エンリッチメント対象飼育施設部門対象を受賞。フライングバード刑事半円形の巨大刑事の中を、オジロワシや犬ワシが自由に飛び回る。アジアの山岳ゾーン雪氷、レッサーパンダ、ゴールデンターキンを展示。マレーバクの水辺水中を泳ぐマレーバクを、ガラス越しに観察できる。モグラの家ガラスに入れた土や金網のトンネルで、モグラの巣を再現。 日本最小の哺乳類、東京都ガリネズミも展示。アジアの沼地コツメカウソ、インドサイ、水牛、水鳥の生息地を再現。アジアの平原狼、猛虎コノウマを展示。アフリカ園、ライオンバスライオンバスサファリ形式によってライオンを見ることができる。日本国内の動物園における初の施設として有名。1964年5月に開始。なお、バスの運行は、 京王電鉄バスが行っている。2016年4月から休止。サバンナ広大な話し飼い場で、キリン、ペリカンを今後展示している。チンパンジーの森高さ15メートルのタワーや、UFO キャッチャー、人工アリズカ、自動販売機などチンパンジーの運動能力と認知能力を見ることができる。コアラカンコアラを中心に袋ギツネ、フサオネズミカンガルー。 袋もモンガなどの有体類を展示。昆虫園、昆虫生態園飼育されている、超昆虫園本館トンボをイメージした建物に興味、深い昆虫の生態、標本を展示している。2002年4月25日にリニューアルオープンした、ハキリアリ、グローアーム、オオコノハムシなどを展示。2005年、キノコを育てる、ハキリアリの飼育と展示高崎賞を受賞。 昆虫生態園温度を調節し、蝶やバッタなどを季節に関係なく一年を通して話し飼いされている大温室は国内最大級。その他国内の昆虫を展示したスペースがある。建物は蝶をイメージしており、1989年日本建築学会賞を受賞。など、ありがとうございます。